改めましてヒストリア、キックボクサーのタイガ選手に今回はお越しいただきました。お願いします。お願いします。減量あるじゃん。はい。その減量の感覚ってどんな感じなのかなと思うんだけど。だいたい1ヶ月ぐらいで12キロぐらい落とすんですけど、うん、そんな落とすの？水飲まないで、もうお風呂とか落ちるまで永遠に入るみたいな。なんか一般の人でもこれやったら減量にめっちゃいいですよってないの？脂質を1食で 15g 以内、食べる時間を6時間空けて、1日3食 で、で朝6時に起きて、6時にご飯食べて、12時食べて、最後6時また食べるみたいな。いや、あれさ、試合に臨む時ってどういう風にモチベーション持っていくの？何を考えてるの？前からなんか恐怖心とかと戦ってる？やっぱり恐怖心、試合の時は恐怖心なんかいろいろタイプあると思うんだけどさ、はい、あんまり怖いとか思ったことはない。あ、そうなんだ。ですね。はい。もうなんかすごい早く試合したいみたいな。ワクワク系なりますね。あ、そうなんだ。試合前ってもうとにかくきつい練習ばっかりするんで、試合の当日だったらもうやっと解放されてやっと試合できるみたいな感じで、やられるかもしれないとか、はい、なんかね、危ないじゃん、すごい、はい、そうですね。そういう不安とかよりもそっちがやっぱ勝つんだ、はい、追い込んできたっていう。もちろん負けた時のこととかを考えることはなくはないんですけど、そうですね、やっぱりなんていうんだろう、その勝った時のことの方が考えますかね。あ、そうなんだ、はい。へー、やっぱそういうメンタリティなんだな。どういう気持ちで試合してますか？いや、はい、これはね、若い時に俺一回失敗してて、はい、あの緊張するからやっぱり適度にね、はいはい、で、あの試合にあの入るホイッスルなるピーピーってなる前に入場するじゃん、はい、あそこで気持ちすごい高ぶるんだよ。あ、はい、やってやるぞっていう、はい、で勝手にそれは高まるから、はい、もうすげえ笑ってよと思ったら、笑ってよってか、あの力抜いて行こうと思ったの、はい、で力抜いてギリギリまでやって、どうせ試合の時になったらテンション上がるしって、はい、やって行ったら全然足にボールつかなくて、あ、これダメだと思って、はい、逆にこう気持ちをもう試合の当日の何時間ぐらい前から、はい、もう気持ち入れて、で緊張、俺緊張するんだけど、はい、緊張とか不安になることもあるんだけど、はい、まあ、これが正常だと、はい、だからこの状態でいいっていう、適度に緊張してる状態をちょっと自分の中で心地いいって思うようにして、はいはい、で行くと割となんか良かったりするから、だからなんかワクワクとかはないかも、はい、結構なんか自分で気持ちを作って不安とか緊張とかはあるけど、はい、その状態でいいんだっていう風な持ってき方してる。逆に練習の方が緊張するかもしれないですね。あ、そうなの？練習に向かう時が結構、うん、また始まるのかみたいな感じで。あ、もうそんなにきついんだ。結構吐きそうになるぐらいまで追い込まれる。すごい。毎日やんのそれ？日曜日、日曜日以外は毎日やります。そうなの。そっか。でもなんか そういうトレーニングってやっぱ大事だよね。そうですね、そうですね、気合とかもつくと思いますね、なんか最後のとこのさ、気持ちの自信になる、はい、最後の競ってる状態の時とかにやっぱそういうところが出るのかなって。なるほど。思いますね。なんかその戦う上で大切にしてることってある？その闘争心だとか。闘争心、あの僕が大事にしてるのは、はい、なんかあのそのバランスを取るというか、はい、あのチーム全体のバランスもそうだし、はい、自分の感情のバランスも、はい、こうやって上がりすぎない、はい、下がりすぎない、はい、でこの真ん中ぐらいってあるじゃん、はい、ここを保てるようにしたいのね。なんか、はい、サッカーって足でボール扱うから、はい、絶対ミス起こるんだよ、はい、まあ、サッカーやってたから分かると思うけど、はい、絶対ミス起こるし、あのうまくいくことの方が少ないから、はい、だからこそうまくいったらちょっとこうふわってなっちゃうのね、はい、あの過信しちゃうというか、はい、試合1試合の中でも、でそれを過信しすぎない、でミスが起こってもそういうもんだと思って悲観しないっていう、はい、これは感情のバランスを取りたいなと思って、はい、そう、あんまり
ないですかね、試合の時は。あ、そうなんだ。試合の時にはもう自由にやろうみたいな感じで、あんまりこうしなきゃっていうのはないですかね。じゃあもう結構やっぱ本能にやってきたことしか出ないと思うんで、もうそれを信じてやるというか。いや、それもやっぱ自信だね。そうですね、だからもう普段 やってきたことに対して自信がなかったらそれできないと思う。そう、そうですね、もうこんだけやったんだからもう間違いないだろうっていう状態で試合に挑むようにしてますね。なるほど、うん、そういう本当にきつい練習は試合が決まってからなんで、普段はそんな。え、でも言ってもだから1ヶ月ぐらいやるってことでしょ。そうですね、憂鬱になりそうになりながら練習に向かってますね、いつも。いや、それは相当なメンタルだわよくやれるな。え、じゃあ、何なの、その、そこまで突き動かされるものって何なの。やっぱりなんか試合して、勝ってる自分が、一番最高だと思ってるんですよ。あ、だからもう、勝てるんだったら、もう何でもできるじゃないですけど、そのぐらいの、そうですね、何でもできると思いますね。あ、そうなんだ、はい、やっぱ勝った時の、なんかその気持ち、はい、そういうのがやっぱ突き動かすんだ。そうですね、そうなんだ。ここ良さそうだね。ほう、よく行きます。あ、やっぱりアスリート好きだよね、この頃。温泉好きですか。温泉めっちゃ好き。あれなんかお風呂のさ、はい、あのスーパー銭湯みたいなところとかさ、はい、飯とかもあるじゃん。ありますね。あそこ、ああいうのいいよね。あとさ、はい、あの中高生に対して届けたいっていう、はい、あの発信があってさ、はいはい、なんか幼少期の時にこういうトレーニングしてたとか、はい、なんかこんなことしとけばよかったとか、これやっててよかったっていうのを聞きたいんだけど、はい、幼少期の頃やっぱりどんなスポーツも絶対共通する部分ってすごいあると思うんですけど、うんうん、最近でもサッカーとかたまにやると、うん、あ、なんかすごいこれ使えるなとか、うん、お、そうなんだ、結構あったりまして。え、それキックで？キックでも、うん、あ、ここなんかすごい似てる部分あるなとかは感じるとこもすごいありますね。へえ。まあ駆け引きの部分だったり、うん、はい、あ、そうなんだ。そうですね、結構。え、その対人の駆け引きってこととかもありますね、うん、1対1の時とかに、うん、こうやったら相手がこう動くとかも、うん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 、格闘技とかも全部、うん、結構一緒。あ、でもやっぱ見るとこ違うね。どうなんですかね。いや、普通にサッカーちょっと楽しんでやってる人が、はい、相手こう来たらこうなんないでしょ。いや、そんなに考えてやってないですけど、うん、まあ、楽しんで。いや、キックボクシングやってる経験があるから、多分そ、はい、まあ、そういうあの考えなんだと思う。はい、どのスポーツやっても。確かに、そうです。あ、そうなんだ。え、じゃあ逆もしかりじゃん。キックボクシングが多分サッカーに生きるって、その駆け引きのとことかさ。確かに。あるかもしれないですね。へえ。じゃあ自分の中で幼少期というか、はい、まあ、中学の頃にサッカー通ってるっていうのも、はい、なんかやっててよかったなとは思う。は、絶対よかったなって思いますね。あ、そうなんだ、はい、へえ。いや、なんかいろんなスポーツやった方がいいなっていうのを、はい、今あの僕はすごい感じてて、はい、あのそれが多分競技に生きるから、あ、なんか別にその競技でスペシャルになれじゃない、ない、はい、ない、なくて、はい、なんか違う競技やることによってその自分がやってる競技もレベルが上がってたりするんじゃないかなっていうのすごい思うんで、ね、いや、でも絶対やっぱりあるんじゃないかなって僕は思いますね、うん、違うスポーツとかやると、うん、あ、こういうこともあるんだとか、なんか、うんうんうん、気づくこともあったりして、それは自分の競技にの中。そうですね、あ、はい、なるほど。幼少期の時にさ、はい、なんか逆になんか 今の経験から言って、はい、もっとこれやっとけばなとかってある？あ、なんか格闘技の中でもいいよ、キックボクシング勉強はもうちょいやっとけばよかったなんでこっちのこっちの、そうですね、こっちのねなんかなんて言うんだろう、うん、考える力をもっとつけといたら、うん、もっと効率いい練習ができたり。あー、あー、なるほど、それ面白いね。やっぱ、うん、本当に上に行くには、うん、結構頭も使うじゃないですけど。なるほど。
いやでもなんかその今自分の競技をやって、はい、そうやって論理的に考えるトレーニング方法とか、はい、そういうことのためにもっと勉強しとけばよかったって言った人初めてかも。 あ本当ですか。うん、もっとこういう動きしとけばよかったとか結構あるけど、はい、あなんか別にこの問題が解けるとかじゃなくて、なんか考える力が、うん、頭の回転の速さがもっとあったらいいなって、うん、へえ。こっちか回った方がいい。そうですね。これ右行ける？右で行ける？はい。右で修正できる？はい。でも、行けない？こっち左ですね。あれこっち左だった。ああ、これ左だね。右って言ったよね今。はい、やばい、これもうキックボクシングだとやられてるね。この先行き止まりみたいですね。これで U ターンだね。はい。いやでもこれね、中高生たちに、はい、あのいやアスリートになるんだったら勉強なんかいらないでしょって多分みんな思ってると思うんだよ。伝わると思うな、すごい。賢いやつは本当強くなるのも早い。あ、そうなんだ。最近すごい思いますね。あ、そうなんだ。要領とかがいいのか。そうですね。なるほど。トレーニングは一緒にやりたいね。一緒にできたら。いやでもそんなあれだよ、俺吐くほど追い込めない。勘弁してよ、それはマジで。でもちょっと一日密着で、はい、ジムとかで、はい、めっちゃきつい、はい、このあるあるのこれやばいやつですっていうやつ、はいはい、ちょっとやってみたいかも。ああ、本当ですか。サッカー選手どれだけいけるんですか、はい、ちょっとじゃあ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。タイガー選手でした。ありがとうございます。